皆さんおはようございます。気づけばめっきり寒くなってまいりまして、この間まで半ズボン半袖の生活をしてたのがなかなか信じられないぐらいになってきたんですけども、世間ではですね、だんだんとその旅をしていいんじゃないかというムードが強まっていまして、 GoTo トラベルとか GoTo イートとかいろんなもの始まってるんですけども、まあ、我々もちょっと遊んでいきたいなと。で、今週の相棒はこの方。皆さんおはようございます、木村亜美です。よろしくお願いします。亜美ちゃんよろしくお願いします。見て可愛いでしょ。アウトジャケット似合うね。ウェアなんです。でもさ、もう全然ウィンターウェアだよね。メッシュジャケット俺どうしたっけって感じでもう着てない。もうちょうどいいよね、このウィンタージャケットがね。でね、今日はですね、はい、まあ、だんだんそういう、さっき言った GoTo トラベルとか GoTo イートもあるし、うん、我々もだんだんとお出かけをしていいんじゃないかなと、はい、ただまだ探らなきゃいけないところがいっぱいあって、うん、でいざ本当に遠出をしていいかというと、まだちょっと僕らは様子を見ながらなところがあるんですが、まあ、徐々に徐々に活動範囲は広げていきたいなというところで、今日はですね、まあ、インプレをしながら県内を回って美味しいものを食べて楽しんでいこうかなと。いいですね。そんなプランを考えております。今回は注目の輸入車2台でインプレツーリングを行います。全然キャラクターが違いますね。ね、すごいよね。いやー、どっちもかっこいいけど、はい、やっぱりめいちゃんはなんかこのスーパースポーツっていうイメージが強いよね。でもあみちゃんもスーパースポーツの人だからね割とね。けどなんかすごく新鮮だって、 BMW のクルーザーよ。そうだね。まあ、歴史としてはあるんだけどね、ただしばらく間を空けていて久しぶりに BMW が出してきてる、うん、これがなぜ今この時なのかっていうのはすごく気になるところではあるんだけども、うん、このクルーザータイプで水平対向でどんな音が聞けるのかなっていうのがすっごい楽しみ。これだってサイドスタンドなしでヘッドでそのまま地面に着地できるんじゃないかなと思うぐらい、この低く張り出したヘッド低い低い、ね、このなんか低重心がすごい扱いやすそうですよね。このローでロングなスタイルね。こっち逆だもんね、ショートでハイっていうなんか真逆のめっちゃ高そうだもん。これちょっと座った時にだいぶびっくりしちゃうよね。これからツーリング行って2人で並んだら、うん、なんかそうだね、こんなになるよね。まあ、今日ねこんな素敵な2台を貸していただいたのは、はい、先日我々ちょっとイベント行ってきたじゃないですか、はい、グッドウッドカフェサーキットエクスペリエンスでグッドウッド二輪紹介さんが主催しているサーキット走行会、うん、まあ、要はいろんな世界中のこういうブランドを取り扱っているだけに、例えばじゃバイクが欲しいっていう時にどういうのがお好みですかって話する中でこの両極端を見せられたら、それはそれで面白いよね面白い面白い。それぞれが走るシーンで主役がなれるしね。そうだね。こっちはなんか山峠でキビキビ走るイメージ、はいはいはい、こっちはなんかこう海岸線をゆったりどこどこ走ると気持ちよさそうだよね。そうだね、そうだね。もうなんか妄想ツーリングだけで楽しいもん。ちょっとまたがってみようか。そうですね。確かにまたがった時にアミちゃんが低いワクワクする。なんか低いね低いとこにいるね。なんかすごいね、違和感を感じる。アミちゃんスーパースポーツの人じゃない、なんせ。そうですね。なんかこっちの方がいつもの感じはするけど、うん、すっごいどう私新鮮じゃないですか。新鮮。私がクルーザーに乗ってるっていうの。ただアミちゃんトライクも乗るし水上バイクも乗るし、はい、何でも乗るだけに不思議と違和感は少なめではあるね。見慣れないだけで。ちょっとこのバイク300キロ超えてるんですよ、うん、300キロ超えてて女性の私で持ち上がるんですよ。そうだね。っていうのも、ね、やっぱりさすが低重心ですね。さすが低重心で、このミッドコントロールって言っていいのかな、うん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 、このセンターにあるポジションがまた快適ですね。そうだね。こっちそのさ300キロあるって言ったじゃん。こっちは時速300キロ出る方だから全然違うよ。ちょっとこうさ交換しよう交換しよう。はあ不思議。新鮮。レイちゃんがクルーザーに乗ってる。すごくない？なかなかレアですよこの姿。これは勝手がわからない世界ですね僕は。クルーザーってそのねハンドリングをそんなに期待するジャンルのものではないのかもしれないけど、うん、例えばモトグッチのカリフォルニアとか、はい、ハンドリングむちゃくちゃいいし、はい、そうね、だからこれが BMW のどっち側にいるのか。 BMW のハンドリングも何種類もあるだけに、うんうん、それは気になるかな。じゃあ、まあ今日はこの2台でいろいろとちょっとお出かけをしていきましょう、はい、でその行く先々でまあどんなバイクなのかという感想をねちょっと意見交換などしながら言い立っていきましょうか、うん、ドキドキするね。ちょっとあの僕はこれ緊張しますよもう緊張しますねもうなんかこう普段こうやってねなんかこうデートみたいなツーリングしないから、うん、そうね、もうすでに緊張してます。あ、そっちの緊張ですかアミちゃんの天然ぶりが炸裂。輸入車でのんびりとツーリングしながらのインプレッションは後半で、続いてはみゆちゃんのコーナーです。葉月みゆのホンダドリームに聞いてみよう。
今回は千葉県船橋市にありますホンダドリーム船橋からお送りします。お話はホンダドリーム船橋のモナカが大好きな金山さんです。あ、左から失礼します。右から失礼します。ということで今回は改めて聞きたいことシリーズ、多分皆さんが知ってるようで意外と知らないことをちょっと聞きたいなって思うんですけど、はい、もう私もそうなんですけど、私250のバイクを2台持ってるんですね、はい、なので車検っていうものを知らないんですよ、はい、本当に全く無知なので、ちょっとそこら辺のお話を聞きたいなって思います。あ、分かりました。まずお車やバイクには必ず車検というものがあります、うん、で自家用車で新車ですと登録から3年ですね。でそれ以降ですと2年おきに車検というのは必ずあります。必ず、はい、なぜ車検が必要なのかと言いますと、はい、国が定める保安基準ですね、走る際に安全に整備されているかを定期的に示すものになりますね、うんうんうん、はい。でバイクですと 251cc からが車検が必要となってきます、はいはい、なので 50cc のスクーターから 250cc までのクラスのバイクには車検はありません、はいはい、じゃあ、はい、私のような 250cc 以下の車検がいらないバイクはどうしたらいいんですか。普段逆にいつもどうしていますか、うん、いつも私は何ヶ月点検ってあるじゃないですか、はい、そういう時に、まあ、案内がちょっと来るので、はい、その都度持ってく感じですね。乗っていただくにあたり日頃のメンテナンスを、うんうん、ユーザーの方にしっかりしていただいて安心して走行できるようにしていただきたいですね、うんうんうん、はい、それは自分で点検すればでもいいですし、メンテナンスパックというそのホンダドリームでもパックがありますので、そちらの方で点検も定期点検とかもできますので、まあ、タイヤでしたりエンジンオイルでしたり、もう皆さん結構多いと思うんですが、ちょっと見落としがちなところもあると思いますので、はい、特にブレーキ関係とかですね、タイヤ関係もちょっと間違ってしまって組んでしまったりすると命に関わってしまう危ないことだと思いますので、まあ、整備士も国家資格ですので安心して資格を持っている整備士に頼んでいただいた方が一般ユーザーの方にはいいと思いますので、うんうんうん、ご利用していただければと思います、うんうんうん、まあ、そうですね、バイクに乗るのが好きでもやっぱり整備とかそういうのはまた違う話ですもんね、はい、できるかできないかはっていうので、もうプロにお任せっていうことですよね。そうですね、はい、ということはじゃあ車検あるなしに関わらず、もう日頃からメンテナンス点検は必要ってことですよね。そうですね、特にバイク毎日乗られている方でしたら使用頻度も多いですので、あと消耗品関係が、うん、乗られてない方よりはすごく減りが早かったり持ちが悪かったりしますので、もう日頃の点検プラス、あと1年に1回半年に1回でもいいですので定期点検というものがありますので、はい、ぜひホンダドリームにお持ちいただければ、はいはい、と思います。ぜひホンダドリームへです。それではありがとうございました。ありがとうございました。ここでホンダドリーム船橋からお知らせです。ただいまホンダドリームではホンダ GO バイクレンタルを行っております。ご検討いただいている車両に一度お乗りになりたい方や、いろんなバイクでツーリングに行かれる機会となっておりますので、ぜひご利用なさってください。詳しくはホンダ GO バイクレンタルウェブサイトまでご検索お願いいたします。今回は千葉県内をツーリングしながらインプレッションを行います。絶好の天気の中のんびりと走ります。 1802cc、BMW のボクサーエンジン史上最大排気量を誇り、 BMW モトラッドが築き上げてきた歴史とアイコン的なメカニズムを現代に表現したモデルです。 MotoGP の流れを組むデスモセディチ GP エンジンをベースに公道用にチューン、サーキットから公道までエキサイティングに楽しめる1台です。2人は立山道を南下、立山方面に向かっています。南国だ、感激、あったかいね、めっちゃ久々に来た立山、すごい。このなんかこうヤシの木の感じがこうテンション上がるね。そうだね、リゾート地じゃん。うん、うん、いや、そう、R18 なんかよく似合うんじゃない、このヤシの木と。あの姿ね、なんかアメリカンな感じがする、クルーザーのようになってる、ね、
なんかこうイメージ通りじゃない？ただですね、僕の角度から見ると、あの木村さん越しにお土産っていうでかい看板があって、今、風情がだいぶここなんかローカル感がいい感じに出ますね。すごい、なんか一気にジャパンになりましたよね。僕のこの、そうですね、イタリアンビューティーの谷川れ越しの夢庵とバーミヤンの看板。そうね、だいぶいいですよ。だいぶいいですよ。やっぱその RAT は発信の旅にちょっと大変そうだね、やっぱり自重が重たくて。よいしょって感じがあるけど、ね、けどすっごいトルコがあるから、うん、走り出しもねそんなに苦じゃない、うん、多少のやっぱね300キロ超えの重さは感じるんだけど、はいはい、なんだろう、エンジンもその BM っぽい優しい感じ。なるほどね。絶好のツーリング日和。国道を走っていると思いつきで指示を出し始める人が。中パンって書いてあるお店があって、そこ入っちゃってください。中パン見れた。ただ近くを通ったからパンを買いたい、ただそれだけなんですが、本日最終日残念でした。思いつきで行動するとこうなりますよね。先に進みつつ阿波グリーンラインへやってきました。なだらかなワインディングロードです。こんな低速でスパルタンさを隠すのがうまくいったものだなって思う。意外と前傾しんどくないね。全然出す。案外スリートもいけるんだね。全然余裕。なんかいつも天気いいなぁ、スパイク TV のロケは、なんかみんな持ってるんだなぁって思いながら、こっちに来て。ダメ男の私が熱く御礼申し上げます。そうだ、アメ男なんだね。さあ、気持ちいいね。なんか幸せだな、こうやってバイクに乗れるなんて。天気といいし、バイクって本当にいいですよねっていう。バイクだ、それ私が最後に言おうかなと思った。バイクって本当にいいもんですよね。アミちゃん今日完璧だね。最高に気持ちいいよね。最高だね。もうワインディングもすっごいいい感じの緩やかな上り坂、うんうん、最高じゃないですか。バイクってやっぱり気持ちいいです。で今日俺のパニガーレ見て、この青空とこの赤最高だよね。ずっと俺のパニガーレって言ってる、ね、これ僕もですね、きっとこれはもうね、今日はね、はい、赤でね、本当にもう俺のパニガーレなんじゃないかなって思うぐらいしっくりきて、ね、あのプライベートだったら絶対色合わせないんだけど、まあ今日は絵写りがこの青い空と合うかななんて思って赤にしてみたんだけど、まあまあ亜美ちゃんそれぞれ乗り比べをしてみましたけども、はい、どうですか？いや乗りやすいです。 R18 はね、やっぱり普段あのクルーザーってあんまり乗らないタイプなんだけど、うん、まあ、たまにはこういう緩やかなワインディングをのんびりどこどこ走るのも気持ちいいなっていうのをこう改めて感じましたよね。なるほどね。でやっぱりなんかこの BMW クオリティっていうんですかね、はい、この優しさとジェントルさがあったら、まあ扱いやすいですよ。あるし、どうだった？ R18 に乗ってみて。あのね、こういうアメリカンとかクルーザータイプって、うん、ハンドリングがすごくニュートラルでいいものもあれば、若干癖があるものもある中で、これどっちかなって心配だったんだけど、ハンドリング自然だね。そう、そんなになんだろう、不自然なことなく分かってくれるからね、うんうん、あのそれこそこんなのと乗り比べちゃってるから、うん、どうしても分が悪いかななんて思ってたんだけども、ま、気持ちいい。ハンドルを押し引きしないイメージで、うん、腰でなるべく前輪も行きたい方に行かせてあげる乗り方さえしていればすごい穏やかで乗りやすくて、うん、割とハンドルもね、うん、あのグリップが自分側に近い位置にあるから、はい、結構扱いやすいんだよね、曲がる時も。そうだね。対してパニガーレだと、うん、もっとピーキーなワインディングをキュン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 、もっともっともっとってなるよね。もっともっとって思ったのがこのパニガーレだったな。先日2人でパニガーレ V2 乗ったじゃないですか。乗りましたね、はい、あの時に、うん、あもう V4 いらないなって思ったの、うん、すごいあのサイズ感なら、うん、そうね、こういうとこでももっと開けられるし、でそれなりな回した時の緊張感もほどほどあって、でパワーも控えめでいろいろいいかなと思ってたんだけど、うん、この V4 それこそ300キロとか出ちゃうようなとんでもないバイクなのに、
今のんびりスーッと走らせていて、振動も少ないし高速道路も楽だったし、これがこんなに楽だったら V2 よりも V4 の方が楽だなって思えて、あの楽だった、びっくりした、ね、びっくりしたよね。ドカティってもうちょっとスパルタンのバイクっていうイメージがすごいあったけど、今のドカティってすごいです ね、 すごいね。ある意味 V2 の方がスパルタン系が残ってたね。あー、それはあったかも、まあ、乗ったシーンがサーキットだったから、まあね、乗り手もブン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 回していかなきゃいけないけど、今日みたいな緩やかなワインディングでも、まあ、もっともっととは思うけど、ちょうどいい具合でこう走りを風を楽しめる感じではね。なんかこう開けていって、いやいやいや、この辺でいいんじゃないですかって感じでとどめられちゃうね、うん、これが少し前の 1098K 1199パニガルケだと、いやもうもっともっと行かなきゃしょうがないでしょっていう感じの圧もかけられちゃうんだけど、これは全然そういう、バイクからのプレッシャーがなくて、それこそ通勤通学60キロの範囲内、高速道路も80キロの範囲内でも全然苦じゃなくて、やっぱ一番新しいというか、よくできてる、よく作ったエンジニアがね、これは賢いと思う、スマートな仕事したと思う。乗りやすさはすごくあるよね、あとはもう本当にこう乗っていくたびに自分もきっとバイクに慣れていくし、ね、バイクもどん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 自分っぽくこう扱いやすくはなっていくから、全然あのこれからリッターバイクドカティデビューしたいです、憧れてますっていう人なんかもおすすめできる、ね、そうだね、あの美味しくないシチュエーションがなかなか思いつかない、それぐらいこれはいろんなシチュエーションでいいかなと思いました、まあなんせ今日この天気なので、はい、もうちょっと2人で走ろうか。走りたいですね。じゃあ走ってまいりましょう、はい、国内外の自動車メーカー指定用品としても採用され、信頼されているカーケア用品メーカーであるシュアラスター。そのシュアラスターの中でもおすすめなのがゼロフィニッシュ。バイクをはじめアウトドア用品などお手入れが簡単にできる商品です。ゼロフィニッシュレポート。小柳社長、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。この緑の缶見たことありますか？ないです。すっごく簡単にバイクのお手入れができますので、はい、今日は早速体験してみましょうか。はい、よろしくお願いします。タンクからだいたい10センチから20センチぐらい離して、はい、スプレーしてみてください。シュー、はい、この間にゼロフィニッシュの成分が汚れに浸透して浮き上がらせてくれてるんです、はい、少し待っていただいたらクロスで優しく拭き上げてみてください。はい、了解です。優しく撫でるみたいに、ムラがなくて滑りがいいですね。いいですよね、はい、今これ拭いていただいただけで、はい、ガラスコーティングの部分、はい、続いて、はい、ホイール部分にゼロフィニッシュで綺麗にしてみましょう。はい、ゆっくりこう拭いていただくと、はい、このゴールドが映えましたね。映えますね。少量で広い範囲を施工できるので、便利です。ホイールに拭いていただくと、はい、あの泥汚れとか、あと雨の日走っちゃった時、結構汚れが激しいじゃないですか。そうですね、掃除が大変ですね。そうなんですよ、汚れがつきづらくなるんですよ。それもまたいいとこです。便利ですよね、はいはい。小柳さん、お伺いしたんですけど、はい、モトクロスお好きなんですよね。大好きです。結構ダート走行で、はい、バイクが泥だらけになったりしませんか？なります。私もあのエンデューロをちょっとたしなむ程度に走ってるんですけど、はい、ゼロフィニッシュをフロントフェンダーの裏とかに拭いていただくと、はい、ドアの付き方が全然違うんですよ。一度、はい、そのゼロフィニッシュを今度スプレーしてみてください。あ、はい。その他にゼロフィニッシュは車とか自転車、あとアウトドア用品にも使うことができるんです。便利ですね。便利なんです、はい、趣味の道具もゼロフィニッシュ1本で綺麗に汚れがつきづらくなる、はい、お手入れが簡単に済むのでぜひ使ってみてください、はい、ぜひ利用してみたいと思います。ゼロフィニッシュ使ってみていかがでしたか？うん、あ、すごく綺麗になるのとムラがないのですごく使いやすい商品ですね。では最後にお店から PR お願いします。千葉県市原市にあるあの CS アワーの小柳と申します。ホンダヤマハスズキ、3メーカー取り扱っておりますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。スプレーするだけで簡単にお手入れができるシュアラスターゼロフィニッシュは
バイク用品店やウェブサイトなどで購入できます。さらにガソリンタンクに入れるだけで愛車のコンディションを整え、よみがえる加速感を実感。ループパワーショット、匂いの元を消臭分解、アルコールや塩素を使用せず幅広く使える消臭抗菌剤、ゼロバリアなどライダーのお役に立つアイテムがラインナップされています。以上、ゼロフィニッシュレポートでした。ドゥカティと BMW2 台で走っているインプレツーリング、アワーグリーンラインをのんびりと走っています。トンネルを抜けると終点、目の前に現れる景色は、あ、海じゃない？すごい、すごい、抜けたら海だった。わあ、いいね、正面が海ですね。気持ちいい。しばらくは海を見ながらツーリングします。さあ、今週はのんびりと2人で走ってまいりました。最後にですね、特別ゲストを招きしております。若いアマでございます。ちなみに今ずっとここにアシナガバチが止まっていて、わりかし緊張感今あるので、エンディングタイトに終わりたいなと思っております。サクッといきましょうね、はい。まあ、今日ね、2人で R18 とパニガール V4S 持ってきましたけども、うん、やっぱり両極な2台乗らせてもらっただけに、これはガレージに両方なきゃダメなやつだなと、うん、やっぱり1台じゃバイクって済まなくて、複数台結局必要なんだよね。そうね、その日によって今日は行くぞっていう乗りの時はスーパースポーツだし、うん、そういうことですね。今日はどこどこどこっていう時はどこどこどこって乗る、うん、どこどこってね、分かりやすかったですけどね。今日はどこどこの気分の時はどこどこするんですか、うん、そうね、そういう日ですね、今日は、はい、私は今日どこどこの日、どこどこの日だった、うん。僕はですね、まだまだちょっと走り足りないの で、あとせっかくのね、今日のこの天気なんですよ。もう海からの照り返しがものすごくて、今日ね、多分焼ける日、今日はこんなに天気気持ちいい日にバイク乗れるかっていうと、もうだってあとちょっと1週間2週間経ったらもっと寒くなっちゃうかもしれないから、今日はいっぱい走りましょう。はい、はい、いいんですか、まだ走って、まだ走りましょう、まだ行きましょうか。です、ね、これ来週にも続きますので、いつものですね、木村先生の締めは今日タイトめにお願いします。 ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでですね、引き続き楽しいバイク情報をお届けしますので、また来週も見てね。バイバーイ。バイバーイ。あ、いなくなってる。バイバーイ。ゲストでした。ここで月間プレゼントのお知らせです。バイクによる社会貢献活動を行っている一般社団法人ピースメーカーより、オレンジバイカーズオリジナル T シャツを2名様に、千葉県大多喜町カフェクラブビッグワンよりノーバイクノーライフクロス T シャツを2名様にプレゼントします。さらに国内外の自動車メーカー指定用品としても採用される信頼のカーケア用品メーカーシュアラスターより、ゼロフィニッシュ、ゼロバリア、ループパワーショットをオリジナルバッグ付きスペシャルセットにて3名様にプレゼントします。宛先はご覧のところまで。ご応募お待ちしています。